こんばんは、大黒です。ワンダーキッチンボリューム6、今日は柴田沙織さんを紹介します。このデカ皿にデカ盛りのチャーシュー丼、これが500円ですね。いただきます。ネギともやしがたっぷりあるんで、それをたっぷりいきつつ、チャーシューを、分厚いチャーシューをいただきます。ガンガンいっちゃいますね。結構味付けはストレートというか、こうザ・チャーシュー丼って感じで、お米めっちゃ進む感じだし、結構男勝りな感じのキャラクターなんですけど、沙織ちゃんの印象のまんまって感じです。なんかなんとなくこれ会った人じゃないと分かんないと思うんですけど、まあ美味しいですね。エビ生春巻きいってみます。このコップの中にこう縦に入ってるっていう、こういうこう出し方もね、あの出店してる料理人ならではだと思いますけど、取りやすいです非常に。いただきます。全部がプリプリです。うまい。やっぱこういうコップに入ってる料理だと、ライブハウスでやってる子らしいんですけど、多分ね、スタンディングでライブ見ながらとかでも全然食べれちゃうんで、すごいいいなと思いますね。続きまして、もやしのピリ辛ナムルということで、ナムル沙織って呼ばれてるぐらいナムルが代名詞らしいんですよ。いただきます。味のちょうど辛さと味付けしょっぱさと、この油の乗り方もギトギトしすぎず、あっさりしすぎず、もうバッチリなんじゃないですか。次、ブロッコリーのナムルです。ナムルが何たるかをちょっと探っていきたいと思いますね。いただきます。うまい。ブロッコリーのこの木の葉っぱのひだひだのところにすげえ染み当たってて、結構ジューシーなんですよ、食べると。まあビールですよね、このメニューのラインナップが。うん、ライブハウス畑の料理人だなっていう感じがしますね。最後に味付け卵いただきます。これもまた米を、この卵の味付けとナムルとチャーシューが全部統一感のある感じで、こう口の中にかっこんで、この掛け算的な感じでさらにどう味が変わっていくかっていうのをどんどん食べたくなる感じがします。ビール美味しいですね。うちのビールはこのサイズ、プレミアムモルツ500円、聞いたことないと思います。ワンダーキッチンボリューム6、柴田沙織さん、会場ではイベントまだこれから始まったところですが、美味しかったですということで、また次回も楽しみにお待ちください。アンプカフェとイエローがお送りするワンダーキッチンでした。またバイバーイ。